矢上ハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はい、どうも皆さんこんばんは。2月13日水曜日夜10時となりました。どうも皆さんこんばんは、矢上ハヤテです。というわけでございまして、矢上ハヤテのヤガヤガヤしないラジオも第42回目ということで、いやですね、逆に言うとそれをですね逆算するならば、もう41回同じことやってるわけですね。もうこのヤガヤガヤしないラジオっていうのをやるために、もうすでに41回どうも皆さん、はじめましての方はじめまして、そうじゃない方はいらっしゃいませ、矢上ハヤテがお送りしますなんていうことを言っているわけなんですよね。正直な話、41回、例えばですけど、新しい職場に行くことになりました。まあこれ新しい職場、学生さんは環境でもいいですよ。新しいクラスへ、クラス外で今までのメンバーが、変わってしまったとか何でもいいんですけど、そういう環境に行くことになりましたってなった時に、まあ平日だけ出勤とか、登校しなきゃいけないって考えると月に約20日間なんですよね。なんで41回ってなるともう2ヶ月。ね、同じ環境の中に、中でまあ要は生活をしていることになりまして、2ヶ月あったらまあ慣れるじゃないですか。でね、やがないラジオで言えば41回やったってことは、まあ、単純計算でも10ヶ月分ぐらい収録してるんですよね。だからもう慣れても全然いい頃なんですけど、20回の時にもいやもう20回も超えてねっつって、30回超えたらいやまさか30回で3クール目だとは思わなくてねっつって、今42回目にして、いや42回目の慣れないですね不思議なもんですね。ここら辺はなんか勝手に思ってたんです、慣れるんじゃないかってね。勝手にそれがいつの間にかルーチンになって当たり前になって、それがもうつどつど当たり前のようにまあ同じことをやっていく、そんな風に思っていた時代が私にもあったんですけど、結局このやがないラジオっていうのは、その自分が考えてることプラス皆さんからもらえるお便りっていうところで、まあ要は本当に皆さんが投げてくれたものと私とで、まあ綺麗にスイングできるかどうかっていうところが非常に重要なね、内容になってくるんじゃないかなと思うんですけど、ってなるとね、毎回毎回決まってることなんて何一つない。もうこれがやっぱりそのルーチンっていう言葉を言わせない、しっかりとしたですね、まあその活力剤というか劇薬というかになっておりまして、本当ね、42回目の収録なんですけど、何一つですね安心感安定感なく、よし今回も頑張るぞみたいな感じでやれてること、なんか改めて収録しながらすげえなって思っちゃいました。そんなヤガミンがお送りします、ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。今回も約30分のお時間を頂戴して、ちょっとしたヤガミの小話付き合ってくださいね。というわけでございまして、今回もヤガないラジオ本編スタートです。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、今月の月次報告。はい、というわけでやってまいりました、今月の月次報告のお時間でございます。というわけで皆さんに2月に募集しておりますお便りのテーマトークは、バレンタインデーに関する出来事でございます。というわけでございましてですね、相変わらずでございますが、本当ね、今日ね、普通歌の時にお話ししようと思うんだけどね、毎回毎回そのメールが届く時にさ、そのみんなのメールってのが届いた時に、一番最初に目に入るのが誰が送ってくれたかのペンネームの欄なのね。なんだけど、ペンネームの欄がね、君の名前だとね、私はねやけに安心するんだよね。というわけでございまして、まず1つ目読んでいきましょう。こちらペンネームケセルルンからいただきました月次報告です。ヤガミンヤガチャッチャ、はーい、ヤガチャッチャ。バレンタインデー、うちのお姫様にはまだ早いですが、いつか誰かにチョコを渡したいって言ってくる日が来るのかなーって思うとニヤニヤします。思いっきり茶化したいやめてやれ、大事だぞ、女の子っておませさんだから。幼稚園に行きだしたら好きな子ができて、バレンタインデーにチョコ渡したいってなると思うんですよね。ケセもそうでしたし、見てるこっちはニヤニヤしますよね。全力で茶化したい、だからやめてやれって。そうなったら2人でお菓子作りとかできるのかなって考えて、さらにニヤニヤしてます親子でお菓子作りちょっと憧れてるし、私もお母さんとした記憶があるので、いろいろな意味で本当に楽しみですその時はちゃんとガチガチのチョコにならないように、牛乳を少し混ぜてから固めるようにします。生チョコ風。ヤガミンはもし子供ができた時に息子がチョコをもらってきたら、娘がチョコを渡したいと言ったらどんな反応しちゃいますかね。なるほどね、娘がチョコを渡したいというか、
あ、考えたくねえないや息子がチョコもらってきたら、いやなんだろう、やら、なんだろう、なんだろう、しでかしたというか、なんかよくやったっていう感じだけど、娘がチョコ渡したいか。でもきっと娘はさ、パパにはチョコ作りたいっていうのは言いたくないんだろうね。内緒にされちゃうんだろうなって、なんとなくイメージやら想像で思うな。なんかきっと内緒にされて、お母さんがね、お父さんに内緒だからねとかって言われてチョコとか作ったりするんじゃないかなと思うと、なんか切なさがあるよね。切なさがあるよね。あるじゃない、女の子が生まれるとさ、お父さんと同じパンツ、なんかお父さんのパンツと一緒に私の服洗わないでとかさ、いやいや、ここにあるその汚さという汚れを全てふるい落とし、プラマイゼロの状況に持っていくためにやっているのが洗濯であって、俺の菌もお前の菌もそれはその洗濯機という一つの、そう、その何、機械の中で全てがあってなると思うんだけど、にしてもね、娘がチョコをあげたいって言ったらちょっと悩んじゃうよね。でもさ、このお便り、いいお便りでさ、あ、ね、親子でのお菓子作りちょっと憧れてるし、私もお母さんとした記憶があるので、いろいろと、いろいろな意味で本当に楽しみですっていう風にね、コメントをくれてるんだけど、やっぱり子供の時にした経験って何であれ、どうであれ、いずれであれ、すごい影響力を持っていて、でやっぱなんていうのかな、親とした経験を自分の子供にするときって、なんかすっごい感慨深いものがあると思うんだよね。これ自体はさ、まあ、はっきり言って俺は子供いないからさ、なんか分かった口で言うなよって言われちゃうのかもしれないんだけど、でもやっぱりなんていうのかな、それこそね、例えばさ、男のさ話で、よくある話で言ったらさ、親父と久々に銭湯入りに行ったら背中がちっちゃくなってたじゃないけど、やっぱりその子供の時に見えた景色っていうのと、子供の時に親とやった記憶とかって、なんだかんだ言って死ぬまでずっと忘れねえもんだからさ。だからきっとね、ケセがさ、お姫ちんと一緒にさ、チョコ作る時っていうのはさ、姫の、姫じゃない、ケセの中でもいろんなことが回ったりとかしてさ、で、なんかその中で、なんだろう、お母さんにこうしてもらって嬉しかったなって思うことを気づいたらお姫ちんにやってたりだとかっていう風に、きっとなんだろう、ケセがもらったいろんな嬉しいこととか楽しかったことっていうのが伝染するんだよね。だから親との記憶ってすごい大事だし、まあ言うのであれば親に限らず、子供の時にやった記憶とかそういうものってすげえ大事に将来まで残る気がするの。だからあれよね、お姫ちんは羨ましいよね。そのお母さんと一緒にやったっていう記憶があるケセと一緒に、もしかしたらお菓子作るかもしれないわけじゃない。でなった時にはね、きっとうまくいくだろうし、それこそね、このね、チョコが家庭固くねえって話はね、先週のお便りの話なんだけどさ、ね、ケセが横にいてくれたらさ、牛乳を少し混ぜてから固めるようにしてくれるわけじゃない。だからなんかね、明らかに固くて噛み切れねえようなチョコレートができるってこともないわけじゃない。そういう風に考えるとね、なんか頼もしいね、頼もしい味方がさ、そばにいてくれる子供っていうのはさ、なんかなんていうの、何でもかんでもやっちゃうじゃん、子供だから。何やったらやばいとかも分かってねえからさ。だけどその時にね、そういうことをしたことがある人、そういう記憶がある人が横にいてくれるっていうのは、子供の感受性の邪魔を何もしないで、その上で最大限その子がやりたいことっていうのが体現できる形になるんじゃねえかなって、ね、子供もいなくて偉そうにって思うかもしれないけど、そう思うわけですよ。だからね、お姫ちん羨ましいし ね、お姫ちんとね、一緒にあれでしょう。だからこれがさ、あと 1,2 年長く続いてればさ、お姫ちんと一緒にチョコ作りましたの頼りになるかもしれないわけでしょ、もしかしたらね。って考えたらね、やっぱそこまでね、このラジオを続けること自体もね、大事なところなのかなってちょっと思うところがあったりするわけでございますよね。なんかね、そこの続きの話聞いてみたいところでございます。いやー、でもな、娘がチョコ作りたいって言われたらな、俺ナンバーあれだろ、吐血するだろうな
吐血するだろうなと。さて続いてのお便りでございます。月中報告でございますね。おっと、若い男の子、若い野郎からのお便りです。さあというわけで続いてのお便りはこちらはちょっと待ってね、これプかな、プかな、ハープイン隣の悪意さんからいただきました。月中報告です。こんにちは、やがみさん。小学生に上がってから10年間、チョコから、女子からのチョコレートを母とゲームキャラからしかもらったことがありません。そんな僕も高校2年です。高3に上がる前に今年こそはと努力を重ねております。最後にこれしとけみたいなアドバイスはありますか。また八神さんのバレンタインに関する青春の小話も聞かせてくださいというお便りいただきました。おお、若い野郎からの頼りですよ。珍しいもんですね。あのね、まずちょっとここね、全国の男子にねアドバイスを一つ二つあるんだけど、これはね必勝法、バレンタインデーというゼロサムゲームだよ、もはやね。イケメンが勝ち、イケメンでなくね、雰囲気イケメンでもなくべしゃりがうまくもないやつは絶対に勝てない。勝者が明らかになっているこのね醜いゲームの中で、絶対にバレンタインデーのチョコレートを手渡しでもらえる必勝法があるんだよね、世の中には。それをねまずね伝授したいね。それはねとっても簡単。コンビニで好きなチョコをまず買うでしょ。でコンビニで好きなチョコ買うんだけど、その前に店員さん見て、店員さんが女の子であることをねルックするね、ね、ルックイズレディであることを確認する。でその上でチョコ買いに行くじゃん。でチョコ買いに行った時にこれねもうね変な感じ出さない、もうしれっとね、チョコだって、で例えば100いくらですって時に、あ袋なくていいです、袋なくていいですってね、そしたらそのお姉さん確実にシール貼って手渡しでチョコくれっからね。もうこれね完全な必勝法ですよ。でね、ちなみにね真面目な話なんだけど、これはねなんかあんまりやがないでもしたことのない八神の中の恋愛論の持論なんだけど、でなおかつこれはメンズサイドから、男から要は女性っていうのがいて、それに対して立ち振る舞わなきゃいけない男性視点での意見なんだけど、まず何よりも意識しなきゃいけないのは顔とか、そのどうでもいいの、顔もどうでもいいし喋りもどうでもいい、はっきり言って。まずは清潔感。あのね、汚らしい人間と喋る気はない、男も女も。で別にこの清潔感っていうのもほんと簡単なものでいいんだ。なんていうのかな、ちょっとなんかそのテレビで見た俳優さんが着てる感じの服、こういう服が流行ってんだなって思ったものの、近い服を島村で1980円で買えばいいのだけでいいし、まあ髪型に関してもワックスとかでね変にやろうとすると、その男っ気がねやつがワックスでやると髪ベタベタになって、なんかテカテカしたサラリーマンみたいになるから、んなこともしなくてよくて、ただただそのワックスをさ一回手にガーってなじませて、頭のてっぺんのところね、セルフなでなですればいいの、自分の頭をセルフなでなでしてあげて、すると頭のさそのてっぺん側にワックスが染み込むじゃない。でそしたらなんかそれをちょっとだけなんかちょんちょんちょんって毛先いじってあげると、それだけでまあ言うと髪型で言うとトップいじってる感じなんだよな。でトップいじってる感じでちゃんと服装とかもしっかりしてて清潔感がある。あのねまずこれが大前提ね。女の子にこういうことしたらモテるぞとかじゃなくて、まず清潔感がなかったらスタートラインにない。だから自分が他人から見た時に清潔感あるかなっていう風に見るのを何よりも優先するといいと思う。八神がさ、まあ、どちらかというとほら体型的にぽっちゃり系の体型だからさ、からその上で言うとさ、なんかもう思ってたの、若い時はね、こんなやつ絶対モテないんだろうと思ってたけど、でも八神自体はね結局その15で初めて彼女できてからっていうところで言うと、まあまあ悪くはない人生だったなっていう風に思ってるところで、やっぱり喋る時とかにまずは相手の子がねどういうところを求めてるのかなとか、ここでなんかそのおごるおごらないとかのそこら辺のなんか最近あるようなクソみたいなマナーどうでもいいから、んなこと覚える必要何もねえから、ただただなんか今ってちょっと自分が強引に喋った方がいいのかなとか、ここは相手の言葉聞いた方がいいんだろうなっていう、その今は聞き手かな喋り手かなっていうターン管理だけしっかりしてれば、おのずとあとはそこでがっついてなければ、がっついてるやつは何事も嫌われるよ。婚活しようとしてるさ何十代女子とかさ、あとその何出会い系ばっかやってる20代後半の男とかっていうだけでさ、なんかもうあるじゃんネガティブなイメージがね。がっついてるやつは余裕がないのよ。
だから、なんだろう、作りに行く行かないとかじゃなくて、いつも平常心で、いつも誰にでも同じように、ちゃんとした態度で、対応してれば、わかんない。高3でもらえるかはわからんけど、高3だとね、まだ魅力に気づかれるかどうかわからんから、なんとも責任取れないんだけど、そういう風にやってればね、チョコはね、なんとかなるから。なんとかなるからね、頑張っていただきたい。ね。というわけでございましてですね、3月のお題を発表します。3月のお題はこちら。お別れに関する出来事。別れと出会いの季節、春。その3月はね、別れの季節と包括して何かとのお別れをしてしまったエピソードを皆さんに募集したいと思います。ちょっと難しいお題かもしれないですけどね、こういう寂しいことがありましたみたいな、そんなですね、皆さんからのですね、エピソードをお待ちしておりますので、例えばだけどね、長年飼ってたペットとか、あとはお姉ちゃんとかお兄ちゃんがいたけども、結婚することになって家から出てっちゃったとか、そういうようなですね、いろんなものから、13日間大事に育ってたたまごっちが死んだまでね、気楽なものでも何でもいいのでね。ということはね、4月のお題がね、出会いに感謝の話になることはもう目に見えてるかと思いますけどもね、3月皆様が経験したことがある別れについてのエピソード、皆さんからですね、非常にですね、お便りが送りづらいっていうクレームがあったらですね、私がひたすら1ヶ月間別れについて喋り続ける残念な1ヶ月になりますけども、皆さんね、特にね、ケセが今ね、別れてエピソード4つ5つってなってると思いますけども、皆さんからですね、こちらのお便り募集しておりますのでお待ちしております。以上、ヤガミの今月の月地報告のコーナーでした。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたと近況報告のコーナー。ふつおたと近況報告のコーナーなんで、久々にヤガミの近況報告をしようと思ったんだけど、今回のね、築地報告の時に、普通の時に話をしようと思うんだけどって話したじゃない？あの話っていうのがね、ケセからいただいてる、ケセパサからいただいてるお便りを読もうと思ってたんだけど、ヤガミってね、みんなから来てるお便りっていうのを読んだらマークをつけてるんだけど、前回、41回目の時に読んだ、第二のケセが現れて、いろんな人がね、お手紙くれたら嬉しいですっていうような話をしてくれてた話のお手紙にチェックをつけてなくて、俺今回もね、すっごいもう流暢にね、お手紙もらってね、本当にケセいつもありがとうって言おうとしてたの。読んでてね、ちょっとね、これ前回の聞かないと覚えてないかもしれないんだけどね、ちょっと読むね。日々のワクワクがヤガミンと、ヤガミンのヤガミンが私、ヤガミンっていうね、ヤガ民と書いてね、ヤガミン、ヤガミンがみんな、ヤガミンが私なんだけどって言ったところで、俺これ言ったなって思って絶対俺これ、この例え俺したなと思って、すぐに41回目の放送を聞き直して言ってるなって思ったっていうね。ヤガミンの悪い癖なんだけどね、もらって嬉しいお手紙ってね、後でもう一回読んだ、要はその4台をマークをつけると、4台をホルダーに移動しちゃうの。で、4台をホルダーに移動されちゃうとさ、なんていうのかな、4台をホルダーに移動されちゃうってことは、その、読んでないホルダーからいなくなっちゃうわけよ。だからね、嬉しくなってね、後々にもう一回お手紙を読み返すようなことがあって。で、これね、前回終わった後に読み返して、あ、チェックつけ忘れてたんだなって思って、でも、口が覚えてるってなかなかないなって思って、変な体験させてもらったなと思ったという、ヤガミンの近況報告でした。さあ、というわけでございましてですね、違うケセのお便りを読んでいきましょう。こちらですね、ペンネーム、ケサランパサランスヤーからいただきました。ヤガミン、ヤガチャッチャ、はい、ヤガチャッチャ。待って、見逃した。ゲーム、かっこ脳死集会しながら、ヤガミンの歌見た聞きながら本読んでいたはずなのに気づいたら朝だったが最近増えました。ヤガミンの歌見たを聞いてるの？本当思うんだけどさ、ヤガミンの声コンテンツを楽しんでくれてる人、超嬉しいわけよ。もう前から言ってるんだけど、おべっか抜きにくっそ嬉しいわけ。こういうさ、マイクに向かった特技しかないから私は。マイクがなきゃ何にもできないわけよ、私はね。だからそうやって考えると、そのマイクに向かった何かっていうのを聞いて楽しんでくれてる、これ以上に幸せなことってないわけ。でも聞いてるっていう人を聞くと、ってなるっていうね。ね、日中は時間がないから夜慌ててあれこれやっているのに容赦なく襲い来る寝落ち。まあ夜年派、年派、年派、夜年派、
何これどういう字夜年はと夜年並みには勝てないのかなあ。これあれだな、後で消せから LINE か次のメールで、あのこういう読みですよ、意味はこうですよって言われるやつだ一回やった矢神は寝落ちとかよくやったりしますか。あのね、矢神ね、寝落ちはしないんですよ原則。ただ1時間だけ寝るねっていう嘘をつくことがよくありますね。9時ぐらいにその家着いて、とりあえず1時間寝て10時になったら2時間収録しようって決めてて、だからとりあえずまあその1時間寝て起きてと思って1時間寝てパッて起きたら朝の7時半ってことはよくありますね。つってなることがとっても多いですね。さてさて、タイムリーなお話を続いてはね、というわけでございましてですね、続いてのお便りでございます。ななみゆずさんからいただきましたね、近況報告でございますね。ななみさんです。やがちゃっちゃです。ラジオ37回では、いつかわがお世話になりました。ペコリやがみさんの話を聞いていたら、真面目も不真面目も確かに私の一部だから悩む必要ないかなと思ったと言っていたので一区切りついたみたいですね。これあれですね、もう書いてくれてる通りね、37回放送でね、いただいた五川久美さんの方からいただいたんですけどね、うちのラジオは前もちょっとお話ししてるかもしれないんですけど、なんだろう、結構ねリスナーさんがクロスフェードすることがあるんですよこれはね、ゆっくり聞いてみて、このやがないラジオ、見えてくるから、こいつとこいつが一緒だなっつって、鶴と消せがみたいな、なんでもないね。というわけでございまして、さて私の近況ですが、ね、年始早々インフルエンザになりました。私はとある薬局で働いているのですが、人手が足りないという理由でインフルエンザになっている薬剤師が出勤していたようです。おまけに熱が下がったら出勤してという始末、まあ法律上は問題ないらしいですが、矢上さんも皆さんもできるだけ体力つけて気をつけてくださいね。ではヤガバイチャです。ヤガバイチャの絵文字かわいいね。これさ、インフルエンザとかさあるじゃない、本当思うんだけど、みんなの体調あってなのよね。例えばこのヤガ活っていうのも、別にヤガ活をね、1週間休んでも多分ね、おいヤガミぶっ殺してやんよって奴らは現れないと思うんだけど、こういうなんだろう、自分が楽しいと思えるものだったりだとか、自分の人生の中で活力になり得るものっていうものに対して、じゃあ続けるためにはどうしたらいいかっていうのは、もうこれ私の中での持論なんだけど、2個しかないの。心と体が正常であること、もうこれだけだと思うのね。で別にこの正常っていうのは、なんかその健常者であれとかそういうことではなくて、その自分のアベレージがあって、アベレージぐらいはキープできてる状態じゃないと、まあ例えばだけど、やがないラジオじゃなくてね、たまにあるんだけど、なんかちょっと夜中チックな時間に収録をしちゃって、ちょっとだけボソボソ声になってる回とかの時に、なんか今回不機嫌とかってコメントがあったりするわけよ。あ、違う違う、不機嫌じゃないよ、不機嫌じゃないよと思うんだけど、でこのやがないラジオもさ、あれじゃない、前回からね、私がちょっとそのやがみん声を作るのをあんまり意識してないんだけど、多分これも聞く人によっては怒ってるように聞こえるわけだよね、多分ね。わかんないけど、わかんないけど、怒ってるように聞こえる人もいるわけよ。で、そういう風に、で、これ何がめんどくさいって、もしもこれが怒ってると勘違いされたまま俺がこのヤガ活を続けると、次はイライラした動画投げてる人になるでしょ。で、するとさ、みんなも聞いててきっと楽しくなくなってきちゃうんだよね。っていう風に、その俺はまだいけるぜって俺が思ったとしても、そのやり方とか手法一つ間違えると、みんなにどん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 そのネガティブなイメージが伝染していて、インフルエンザじゃないけど本当にそういうなんかネガティブな要素というか内容がどん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 伝染していってしまって、それはきっとね、体調が悪いに等しいトラブルが起きちゃうんだよね。って考えると、本当にね、体調が悪い時に何かをするっていうのは百害あって一利ないわけですよ。で個人的に思うことなんだけど、これはね、私がもともとね、昔パソコンショップの店長をやっていた経験があるから一言言われたいんだけど、これはすごい大事なことで、働いてる人間の家族のこと、そして、体調のこと、この2個を心配してくれない上司の職場になんかいなくていい、本当に。ただし、それを甘えにして、あ、親戚が病気だって言えば休めるなっていう風に悪用をもしみんながしだしたら、もうみんなはその優しさの恩恵を受ける権利は一切ないと俺は思ってるんだけど、ただ、本当ね、そこの気遣いをしてくれる人
例えばだけどやっぱ家族にね一大事があったって時に仕事ってまあいろんな仕事があるけどやっぱりそのなんかねあの頭のさ端っこ隅っこの方でポワ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 って浮かんでることがあってさそれに対してさずっと意識が持ってかれてる人がさいいパフォーマンスで仕事なんかできるはずがないんだよねってなってくるとなんかそんな人がいてもしょうがないしむしろその子にちゃんと今日は帰りなって言って帰らせてあげることで言い方悪いんだけど帰らせてもらっちゃったって思わせることが大事だったりするわけするとその子はね迷惑かけた分次頑張らなきゃって思えるから結果としてはちゃんと相乗効果が乗っかって互いがウィンウィンになるはずなんだよねだからそういう風に考えるとちゃんと相手のことを一人一人っていうのをしっかりとして人間として捉えてあげて相手が何を今欲しがってるのかだからこうしてあげようこういう風にしてあげようっていう上の人がねあのついている職場であればもうこの上なく幸せなことじゃないかなと思うんだけどそうじゃなくてねなんていうのそのさインフルエンザでも人が足りねえんだよって人が足りねえかどうかは知らねえけどインフルエンザは今もう蔓延してるだろうがよみたいなもうねそういうね平行的な会話しかできない人のところからはねどうやったら逃げられるか同じだけの給料をもらって職場もいいところにあるんだけどその中で新しい環境に行けるかとかっていうのをね考えた方がね絶対総合的なストレスはね解放されると思うんですよそんなねなんか身勝手な理由でね早く仕事は怖いとかいうところだとねそれこそねナナミさんが疲れちゃうからねなんかねまあそういうねなんか理想的なところではありますけど私も体調は崩さないようにですねしっかりと体調管理しようと思いますけど皆さんもね手洗いうがいとかあとマスクとかねしっかりと着用してですね体調管理には気をつけてくださいましね今年のインフルやばいらしいからねおっかないわ以上近況報告と普通歌のコーナーでしたはいというわけでエンディングの時間でございますあのね最近の八神の報告なんだけどねあのこの八神颯のやがやがやしないラジオっていう収録がね多分ねゾーンに入ってるっていうと変に聞こえるかもしれないんだけどいい意味でねこの収録してる時ね毎回眠くなるんだよねあのそれは別に手を抜いてるとか適当にやってるとかじゃなくて多分なんだけどねあの思っている何倍もなんか頑張らなきゃとは思っているんだけどもあのすごい自然体で自分がやりたいことをやってるだけなんだと思うんだよねこの時間ってねいやねやっぱり本来で言うとさ少しずつ人気が出てくるとか知名度が増えてきましたとかってなってくるとやりたいことからかけ離れていってしまってそのギャップっていうのが徐々にその自分のことを苦しめ出すはずなんだよねなんだけど今のところねヤガミンやっててなんで俺こんなことやってるんだろうって思いながらやることっていうのは本当に収録に失敗してなんかもう一回元し作業の録画してる時ぐらいにしか感じることがなくヤガミンハヤテの活動がきっかけじゃなくてあのヤガミンハヤテの行動そのものに原因があった時以外はね本当にそういうトラブルも一切なくこうやってやらせてもらってて本当ね毎回思うんだけどやがやがやしないラジオを撮った後に静かにベッドに行ったらねというわけでございまして See you next time, see you soon, bye bye ってなるんだろうなっていうぐらいなんかねゆったりしてますね日常ね生放送とか聞いてるとわかるかもしれないんだけどやがみって短い時間で物事を伝えようとする癖があってちょっと早口になるのなんだけどこのやがやがやしないラジオっていうのはもちろん伝えなきゃいけないことはいろいろ伝えたいし言いたいこともいっぱいあるんだけどなんかそれをなんか敷き詰めるために喋ってる時間っていうのが本当に最近は皆無でなんか俺のペースで好きにだから例えばさなんかちょっとした小ネタで笑い取ろうとしてさ黙る時もなんか生放送とか実況だったら3秒とかな黙ってると3秒も黙ったら事故だろうと思うんだけどこっちだとねもうね悠々自適に6秒ぐらい黙れるんだよねそこら辺がなんかねなんか変なのって思うところがいっぱいあってなんかこれはねなんか動画投稿してる身としてはすごい幸せな時間の過ごし方なんだろうなって最近なんか改めて思うようになりましたねいややがやがやしないラジオはねなんかというわけでございましてやがやがやしないラジオ第350回目とかね行ってみてー行ってみてねえというわけでございましてね未来への欲望は深いところではございますがですねまあとりあえず着実に1回ずつ数を重ねていくしかないそんな八神颯がお送りしましたですね八神颯のやがやがやしないラジオは今回はこの辺でというわけで来週も水曜夜10時にまたお会いしましょう体調管理本当に気をつけてねというわけでまた来週水曜10時に See you next time, see you soon, bye bye
おやすみなさい。